スタートしました。先行争いです。まずサザングレート、外からノースフライト、2頭が行きました。ミスエンデバー、あるいはダイワラブリー、牧場のレディー、内からカシマフラワーと先行していきます。下がりまして中段の位置、インタートルネード、さらに5馬身ぐらい開きました。その後のグループ第5オーデル、内からスターペスハヤト、外はロードシンフォニーと3頭固まっております。その後方7、8馬身切れました。その後のグループ理念成功、そしてハヤフィーバー、後方2頭並んでおります。タイハミングと外オトワキラーです。向こう上面残り線を通過しました。先頭はサザングレート、サザングレートが先頭に立って2馬身のリード、ノースフライトが2番手、3番手はカシマフラワー、外に1馬身差、牧場のレディ、3コーナーに差し掛かりました。3馬身開きまして、内ダイワラブリー、外に差がなくスターペスハヤト、さらにロードシンフォニー、徐々に上がっていきました。インタートルネードとこのグループ固まっております。さらにその後方は第5オーデル以下、600を通過してサザングレートが先頭ですが、外からノースフライト差を詰めてまいりまして、第4コーナーをカーブしていきます。ミスエンデバーが3番手、カシマフラワー4番手で直線コースに向いてまいりました。サザングレートにノースフライト、外から迫ります。さらに3番手追ってくるのが、これがミスエンデバー、外から牧場のレディ、さらに外スターペスハヤトと、その間にインタートルネード、残り200と少々。サザングレートを今度はかわしてノースフライトが先頭、ノースフライトが先頭に立ちます。サザングレートが2番手、3番手にミスエンデバー、ノースフライト抜けました。4馬身5馬身とリードを広げていきます。ノースフライト先頭、2番手にサザングレート、ノースフライト先頭で今五輪、2番手はサザングレート、そしてその後ミスエンデバー、